ソーチングは、朝鮮の独立運動家、政治家、豪和、古毛、全羅南道丹秋田軍に生まれる。1915年に、明治大学を卒業後、帰国して、私立中央学校校長に就任する。1919年の3.1独立運動に参加した容疑で、1年間投獄される。1921年から1924年まで、 東亜日報第3代社長、1927年から1937年まで第6代社長を務め、民族主義派の立場で論人を張った。1945年12月1日に第8代社長に就任した。日本の敗戦を控えた1945年8月11日に、朝鮮総督府は、軽機動知事を通じて、朝鮮における資本家及び、 地主勢力を代弁することができる総鎮愚と接触し行政委員会を構成してくれることを要請した。しかし総鎮愚は大韓民国臨時政府と連合国の承認なしに応じることはできない。また総督府の要請に応じて独立政府を樹立すれば日本の海来政権と非難される恐れがあるとして要請を断った。総督府は8月14日に ソーチンウと近い金春淵にも依頼したが、金春はソはチンウの参加なしには応じることができないとして、これも拒否された。最終的には、両運協と安在博士が朝鮮建国準備委員会を設立し、事態を収集する運びとなり、ソーチンウに対しても委員会へ参加する様依頼があったが、重慶に亡命中の緊急が主席を務める臨時政府を迎えて、 独立政府とすべきである、と主張して、両運協らの動きに強く反発した。このことから、1945年9月16日に、金正主、超特殊、超比の枝間、陰前などとともに、右翼勢力を急合して、韓国民主党を創設し、総鎮羽は主席総務を引き受けた。 1945年12月27日のモスクワ三国外相会議の新宅統治方針をめぐって、ソーチングは慎重派の意見を代弁する立場にあったため、理バンや緊急の臨時政府と敵対し、12月30日に暗殺された。犯人グループは6名から構成され、放った弾丸13発のうち、6発が体に命中していた。 犯行の背後が明らかにされることはなかったが、李承晩もしくは緊急が指揮していたという説がある。ありがとうございます。